そしてまた沖縄万博港湾線開始の時を迎えようとしています。前半を終えまして琉球が出会いの0.5 沖縄ドラゴンズ6連とその差ワンタッチダウンリードの差という形で前半戦を終えております。両者ともにその状況は、ワンチャンスで覆るという非常に面白い状況で前半を終えております。やめとこ。そうですね、双方ともこの打開策をこのハーフタイムで見出すことができたでしょうか。まもなくその後半戦の開始の時を迎えます。 NFL みたいに勝ってやります。トロイ・エイクマン状態。多くの方々の応援メッセージありがとうございます。そもそも今本当に例えば赤ラマズ様、はいはい、ディフェンス確かに押されている中でもしかしそのミスをすかさず抑える形によりその差をワンタッチダウンに抑えている点では琉球ガーデンライオンズ前線をしていると言えます。同時にそのクォーターが通常の X3 の10分ではなくこの試合は12分で行われている点のそのスタミナ面の不安というものは確かに拭えないと思いますが、ここは何としても地元開催である、そして何としても前回その完敗という形に終わってしまったその状況を打開しようと奮闘するその琉球ガーデンライオンズの奮闘に期待したいと思います。なんかそのパナの方がもう工夫がなかったというか、なんであのまま終わってしまったという関西のね、見てた人は、みんななんかそんな思い。後半は沖縄ドラゴンズのキックオフで試合再開となります。前回に比べればね。さあ、第2回終了ゴール、後半は間もなくキックオフとなります。現在の得点は6対0で、沖縄ドラゴンズリード。なんとか後半戦、逆転できるか、琉球ガーデンライオンズ。後半もお待たせさまにお届けしたいと思います。さあ、後半戦キックオフです。おお、ここで決めました。さあ、リターンできるか。さあ、琉球リターン。琉球リターンだ。ここで中央を抜けながら右を踏んで展開、見事なコース取りにより自陣35ヤード付近からの攻撃を確保しました。
この位置から琉球側で案内の攻撃と変わります。見たいですね、まあ、この最初後半の、ね、最初のシーンでなんとか6点に結びつけたい、はい、あるいは陣地としてしっかりと相手陣でね、はい、したいですね。おっしゃる通りですね。先ほどから自陣での攻撃ばかり続きますので、なんとか敵陣に、相手陣に、はい、またね、敵陣に入っていくと展開が必ず見えてきますね。琉球ファーストアンテン、なかなかのパス成功率ですが、左に2枚、右に2枚、ワイドリシュが展開しています。さあ、まずパスプレープレイアクションから右サイドライン際に、サイドライン側にいたワイドレシーバー82番にパスを通しまして約4ヤードのゲインとしています。もう一人のレシーバーをブロッカーに使って少しでも前進しようと、もう一つ大きな展開ができたかね、という狙いが高かったと。失礼しました、ワイドレシーバーは86番でした。86番ナング、さあ、せっかくのファイル、続いての攻撃はどのような選択でしょうか。さあ、中央へのランプレー、しかしここでキャリアボールを託されましたがスリップ、ランプレーによるゲイン1ヤードにとどまっています。キャリア33番は中本、そうなんですね、まあ、やっぱりこの、ね、アメ用の、ね、スパイクを持っているという、ね、選手も中にはいますけど、琉球サーダンファイブ、こう自然芝でこの条件ですとやっぱりクリーズの長いスパイクがね、さあ、プレイアクションからのパスプレー、しかしこれは沖縄ドラゴンズナイスディフェンス、琉球プレイアクションからワイドレシーバー3番にパスを通しましたが、このパスは沖縄ドラゴンズ29番が見事にカバーしパス不成功に終わらせています。失礼しました、パスカバーしましたが28番のマルコス・マーカスでした。初めの攻撃、ファーストダウンを更新できずに3回で終わってしまうことを3アウトとしまいますが、琉球フォースダウンファイ、パントフォーメーションを選択します。またディフェンスの本番に対戦しても、まずこのパントを深く蹴り込みたいです。さあ、パントです、これもいいパントだ、ナイスバウンド、おー、今素晴らしいバウンドをしております。さあ、10ヤード返したところ、あ、まだ抜ける、しかしこの板はいい、25ヤード一気に敵陣です。ガーディアンライオンズの39ヤードぐらいでしょうか、はい、ハンター24番素晴らしいパントを蹴りまして、サイドライン際ギリギリのところを転がっていく状況を作りましたが、しかしこの逆を返すように沖縄ドラゴンズ一気に相手陣入るところまでリターンに成功しました。この位置での攻守交代となります。どんどん転がっていくようなパントを蹴って非常に効果的なんですけど、あまりリターンが良かったですね。そうですね、ちょっと一瞬気が緩んでしまったというか、沖縄ドラゴンズファーストダウンテン、相手陣37ヤード。さあ、ドラゴンズのファーストの攻撃、中央からの攻めです。中央へのランプレー、しかしこれは琉球ディフェンス陣踏ん張ります。キャリア9番ハンドオフを託されまして、左オフタックルをつきましたが、これを琉球4番見事対応し1ヤードのゲインにとどめています。ちょっと攻め上げてる感がありますよね。ドラゴンズ8番はプリンスカニエ、タックルしました。琉球ガーディアンライオンズ4番はゲイブ・エルバル。さあ、お互いが一旦サイドラインに戻って作戦を確認しに行きました。まあ、で、プロの場合沖縄ドラゴンズセカンドダウンライン、通常ですね、そういった形でサイドラインボールオン、相手陣36ヤードさあ、ペインコを入れて右へパス、うまくキャッチした、そのままパス成功、5ヤードでしょうか。ワイドレシーバー42番ワンハンドキャッチから右オープンに展開、タックル受けましたが、そうですね、約5ヤードのゲイン、バイタリバイタリ、今1人タックルミスしたら一気にいってしまえば、そんな感じでしたもんね。キャッチアンドランしました。ドラゴンズ42番はドミニク・ガリボー、まあ、でもこういった形でこの天候ですから、まあ、サーダーダウンを残すっていうのは大事ですね。おっしゃる通りですね。ドラゴンズサーダウン4、さあ、これをできることができるかというのがサーダウン4、左のパス、これはちょっとパス不成功、ここをパスで突破しようとしましたが、このパスコントロールミス、
パス、不正攻撃よりフォースダウンに変わります。予定通りの短いパスでということなんですけど、少し気が早いので感じが動きられました。さあ、琉球ガーディナルズ。ここはハフガラのボールですけれども、フォースダウンまたギャンブルという形になります。沖縄ドラゴンズ、フォースダウン4。まあ、4ヤードですから、ランでもパスでもどちらでも行けるような。大きな村人とかが押しに行きたいです、はい、さあ中央ランプレー、はい、さあどっちが押しか押しかすか、さあボールが止まった姿勢はどうか、あのフットボールは最終的なダウンした姿勢ではなくて、はい、攻撃権更新至っておりません。琉球ナイスディフェンス、4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。ターンオーバー、さあどうやらですね、メジャーしますね、オフィシャルが当てた位置はもうあのパスランには行ってないということで、しかしこれによりまして負傷者が発生しております。はい、フリータイムアウトが入っております。守り切りました琉球ガーディアンライオンズ。琉球ナイスディフェンス、これは本当にナイスプレーですね。ラインバッカー99番マキ、自らの体をかけましてこのランプレー阻止しました。いや4ヤードをちゃんと止めるってすごいですね。おっしゃる通りでした、相手の自慢のパワープレーでした、それをしっかりと止めきったのが大きいです。さあこれにより攻撃権取り返した琉球ガーディアンライオンズ、ファーストアウト、ファーストアウト、どれも僕ができやすいのでしょうか。パス不成功、ここでクォーターバック7番パスプレーによりまず突破を図りました。ターゲットは86番、しかしこれはディフェンスカバー厚くパス不成功となっています。レシーバーが結構激しいタックルでゾーンだったんですね。取った後に守り返しきれないんですよね。瞬間アタックされると思うし、まあ、今みたいに、まあ、パスがそこでしまったんですけども、はい、86は大丈夫でしょうか。ちょっと痛んでおります。ナンミヤさんですかね、さあ選手名簿もあるんですけど、セカンドアウト、何がなったかっていうロースターを死守するのに本当ですよね。私たちはもう雨から一生懸命ロースター死守でございますが、さあセカンドで、さあまたこれも中央パス不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。またイエローフラッグが投げられます。はい、ディフェンスのオフサイドというところ、そうですね、たびたび沖縄ドラゴンズはこのファールでトラブルに陥るというパターンがあるんですけれども、今回もまたオフサイドで、ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードバッターに従ってオフェンス5ヤード前進し、セカンドダウンやり直しです。元の位置からのダウンだったんですけども、この反則によって元のダウンになりますし、しかも5ヤード、まあ、前進ですからね、はい、このステージのそうですね、これも活かしたいですね。チャットメッセージありがとうございます。中谷選手、74番の選手ですね、オフェンスラインとして登録されていると思われます。ぜひ中央付近にある75、4番にご注目ください。さあ中央でランプレー、さあ相手の裏を突くように中央突破を図りました。ヒカリアは33番、このランプレーにより約4ヤードゲインとなっています。長手、スタッフとしても、ね、今日走り回っておりまして、関西の出身の選手、そうなんです、関西学院、いや大学祭、大学ですね、会社2009年甲子園ボールの優勝メンバーが一人なんです、はい、すごいですね、はい、琉球サーダン2、さあサーダン2、これはぜひファースト更新したいところです。確実にニアを更新することができるか、はい、さあ中央のプレー、これは行ったか、キャリア33番、攻撃権更新になったでしょうか。ガーディアンライオンズの選手はファーストダウンをアピールしておりますが、さあ審判団の判定を待ちましょう。さあ
攻撃権更新です。琉球ファーストこれが大きいですね。オフサイドの反則がありましたけれども、確実にここで中央のランプレー託されました。キャリア33番、中央飛び込みまして攻撃権更新です。琉球ファースト、はい、33番中本、続けていけばそうです、このファースト方針でできるんだと思って、はい、まさにそういったプレーでした。まだ第三クォーターね、琉球ファースト安定、ここは焦らずにランプレーでいいですね。お、長いパスを行った、さあ、ランパスいった、しかしパス不成功、面白かったですけどね。ここで一気にロングパスにより攻撃打開を図りました。ターゲット9番、しかしこのパスディフェンスカバー厚くパス不成功となっています。篠宮選手ですね、ボールを追ってどこまでもっていう、もう少しでしたけどね。レシーバー、ワイドレシーバーの選手は、はい、そのとかとね、レシーブに注目されないですけども、まずは走って、はい、ジャイアンツセカンドラウンテ、ボールオン自陣40ヤードセカンドテ、また長いパスを見せるのか、ちょっとこれは砂田の上になった、パスだ、ゴー、さあしかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。イエローフラッグ多分ね、オフサイドの話だと思う。そうなるとファーストダウンを見てないので、ここはちょっと攻守判断を使いたいと思います。そうですね、ディフェンスの反則です、オフサイド、しかしこの反則を琉球は取りません。プレーを有効としましてパス成功としました。5ヤード進んで、はい、反則を打ち方するか、プレーの結果を取って、サーブ内にはなりますけども、残り2ヤードと、はい、結果琉球サードダウン2の状況で試合再開となります。マリアブリーとヘッドコーチの間も一度確認をしています。そうですね、サードダウン先制のコールはサードダウンでプレーの結果を取るというコールでしたら、さあサードダウン残り1ヤードとなっています。琉球サーバン残り1ヤード、さあ中央ランプ攻撃権更新、はい、ファースター確実に取りました。この1ヤードをランニングバック33番に託しまして、琉球攻撃権更新です。琉球ファースター連続取りました。そうですね、大きいですよね。敵陣初めてですか、そんなことないですか。どうでしょう、はっきりとした記憶がないじゃないですか。ひょっとしたら初めてです。そうですね、いやこれはぜひ得点につなげたいところです。タッチダウンが見たい。琉球相手陣45ヤードからファーストアウト、おっしゃる通りですね。まあ相手のドラゴンズの反則もありますけど、ちょっと味方につけて、そうですね、さあこれはいった、しかしインターセプト、さあまだ返していく、そのままインターンしてビッグシックスか、さらにと向かうサイドラインに押し出しました、フラッグが出てきます。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。まあ、インターセプトはこれ成立するんですね、おそらくインターセプトは成立、その後も琉球ここでパスプレーにより一気に前進を図りましたが、そのパスを取ったのは沖縄ドラゴンズ、インターセプトだとイエローフラッグが発生しています。一気に、はい、ロングパスとしたね、まあ、レベルは悪くなかったと思いますけども、はい、ただやっぱりディフェンダーがよく見てました。そうですね、リターン中の発生した反則です。パーソナルファール、過剰なプレーが発生しておりまして危険行為として扱われました。この反則により15ヤードのバッタリを受けますが、しかしインターセプトによりターンオーバーは成立しますしております。従いまして攻守交代です。ターンオーバー、インターセプトは認められ攻守交代、ドラゴンズの攻撃となります。いや惜しかったですね、いや返し返しも、まあ、こういったところでね、フットボールただレバーみたいな、そうですね、よくあるんですけど、はい、積極的にいった結果ですから誰も攻めることはできません。そのことですね、まあ、でも攻撃権沖縄ドラゴンズに変わりまして、はい、沖縄ドラゴンズファーストダウンテン、ボールオンはボールオンはハーフウェイ42秒、
則により崩壊してドラゴンズの攻撃ですね。50ヤードラインですね。はい。そしてここでやっぱりこのガダライオンズはここでしっかりと守って、はい、もう一度オフェンスにつなげたいです、ね。そうですね。ここで粘ってほしいです。ああ、もうスラップです。これは誰が固めるか。どこに来る。さあ、これはどちらが抑えたか。どこだ。いや、これはだってドラゴンズ。ドラゴンズカバーしてますね。たびたびありますね。スラップです。タイミングが合わないわ。このボールは沖縄ドラゴンズは抑えております。しかし応急交代しセカンドダウンに変わります。さあこの場合は大きいですね。10ヤードと下がりましたか。10ヤードと下がりますね。そうですね。ファーストダウンセカンドダウン20ということになりますね。さあ沖縄セカンドダウンロン地道になってリッチを挽回していくのか。はい、テイクを入れて右へのラン。これは抜けそうだ。まくるまくるまくる。お激しい。ここでランニングバックに託して右オープンへのランプレー。ランニングバック21番スピードを上げて一気に右オープンを展開しました、はい、このサードダウン粘れるか大事ですね。しかしまだ攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。大事ですね、はい。先ほどのランプレー、キャリア21番はケイレブ・クルク。さあ、ただドラゴンズとしてはフォースダウン、ギャンブルも含めて2回で取れればいいというふうに考えるのか。まあ、多分でも一気に取りたいと思うんですね。さあ、沖縄スプレー、これは琉球ナースです。思わずガッツポーズ。ここで沖縄ドラゴンズリバースプレーを展開しようとしましたが、これを見事に琉球37番が対応しました。ロスタックル、ね、琉球37番は王子、素晴らしい対応でした。ソロタックルでロスタックルですね。まあ、東京都出身、沖縄の人にアメフトの魅力が伝えられるよう頑張りますということで、本当にハッスルプレー連続ですね。リビジョン選手が目立つこういうね、ロスタックルをしっかりと沖縄フォースダウン12。そうですよね、はい。さあこの状況突破なるでしょうか、防げるでしょうか、琉球ガーディアンライオンしっかりと惑わされずついてきましたね、まあ、自分のね、そして守りのパスだと、このまま落としました。しかもタックルミスでファーストダウンを更新しました。沖縄ファーサードラゴンズの攻撃が上回りました。ここで沖縄パスプレーにより中央に入り込んできたレシーバーにパス、これを競り合いながらワイドレシーバー見事にキャッチしまして攻撃権更新です。沖縄ドラゴンズファースター、いわゆるスティップハンドというところ、手でね相手を制止しながらうまく逃げ出したり、その中ではやっぱりボールキャリアテクニックがね光ってました。沖縄ドラゴンズファースター点、手が長いというところが、ボールオン相手陣30ヤード。さあファーサーテドラゴンズ中央へのライン、左に展開してこのスティーフアームで抜け出して、おさあ行く、このままエンドゾーンに行ってタッチダウン。さあいやーの手の、ここで勢いづいたか沖縄ドラゴンズ、ハンドオフを託して左オープンへのランプレー。琉球の一瞬の気の隙をついて左オープンを独走、一気にエンドゾーン入り込んでタッチダウン。さらに手で制して、沖縄ドラゴンズ6点獲得させないで、そのままタッチダウンと。最後は本当にスピードに乗り切っていい、ね、いいプレーでした。それがポジションです。ランニングバックとってはもう見せたところまで。ランニングバック8番はプリンスカーニエ。さてここで2ポイントコンバージョンになります。これがさあそしてトライ4ポイント2ポイントコンバージョンでということになりますが、ランを選択するかそれともパスか、選手の交代ちょっと時間がかかっているようですね。一人戻ってきました。足らなかったですね。多い時はよくありますけどね。あ、フラグ出ましたね。ちょっとまた、あ、滑ってここでスリップタックル、そしてここでイエローフラッグ反則が発生しています。はい、illegal participation on the offense, penalty for time, time is no good.
オフェンスの反則がありましたが、しかしこの反則を琉球は取りません。トライ4ポイント失敗で6点止まりとしました。沖縄ドラゴンズ12点、琉球ガーディアンライオンズ0点。その差は2タッチダウン差となりましたが、しかしトライ4ポイントは失敗しております。これが果たしてどのような状況に後半移っていくでしょうか。はい、6点しか得点がないということになります。第3クォーター残り4分で12対0、沖縄ドラゴンズがリードの展開となっております。先ほどの攻撃、琉球ガーディアンライオンズはいいリズムで進めてたんですけどもね、おっしゃる通りでね、先ほどランで2回連続でバスターを5回というシリーズでしたから、先ほど得点を挙げた沖縄ドラゴンズのキックオフで試合再開となります。いいポジションまでまた戻して、そこから先ほどの展開ですね、はい、ここは頭の中でね、ベリーをしながら、そしてパスが本当に決まればね、そうですね、いい形で得点が入っていくんじゃないかなと大いに期待したいというところですね。時間はまだまだ十分残ってます。さあ、この沖縄ドラゴンズのキック、琉球ガーディアンライオンズがどこでリターンできるか。さあ、琉球リターンに入ります。これはドラゴンズナイスタックル。中央トップアカンドリターンを試みましたが、これをドラゴンズ18番がナイスタックルしまして、35ヤード付近でボールデッドとなりました。素晴らしいタックルしましたのはドラゴンズ18番のラシャン・トーマス。遠くに蹴ってしまえばそれスペースができるので、おっしゃる通りで大きなリターンが生まれるリスクもあるブロッカーで、ね、前にしっかりブロックできるという、ね、はい、琉球ディゲイン35ヤードからファーストアウト。さあ、この攻撃は何とか得点できながら琉球ガーディアンライオンズフラッグが出ました。右にパス、さあ、右にいたランニーバックへのスイングパスを展開します。さあ、そのキャッチアンドランはしかし果たすことできずノーゲインとなりました。セカンドダウンに変わります。そうですね、ディフェンス。オフサイド、アルディフェンス。ここでディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入しておりました。5ヤード抜体となります。従いましてオフェンス5ヤード前進しファーストダウン、やり直しとなります。またファーストダウン、ファイルここから展開していきたいと思います。今日の審判は5人でやっておられるんですけど、それぞれ役割分担があって、今日はこのオフサイドであるとか、琉球ギリン40ヤードからファーストダウン5、ウィングオフィシャルという形で来ますと、彼らがそのニュートラルゾーンをしっかり守って、その中に動いて、反則をしたら、エンディングタックル。中央へのランプレー。さあ、中央を突破して、相手の裏を取るように、ドロー気味に中央へのランプレーを挟みました。このランプレーにより約3ヤードゲインとなっています。琉球セカンドダウン、セカンドダウン残り1ヤード。セカンドダウンで動いてないか、失礼しました、攻撃更新となっています。チェーンクル動いてますね。さあ、これまた中央、今回は1ヤードほどですか。さあ、再び中央へのランプレー、止められてしまいました。まあまあ、このランプレーは1ヤードのゲインとなっています。きちんと出し続けるということが大事ですね。まあ、12点差が開いているので、はい、早く立ちが取りたいところですけども、まずは自分たちのペースで、時間を、攻撃を進めるということは、セカンドダウン内、ボールオンは次元46ヤード。次、セカンドダウンが集中されました。
またフラッグが出ましたね。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。そうですね、まあ、ディフェンスのオフサイドだったあの場合だと流す場合もありますもんね。その通りです。ファンタイオフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタイとなります。フォルススタートです。不正なスタートということになりました。これで5ヤードバッタイ、まあファールに付き合ってしまったちょっともったいないですね。そうですね、そのままに。さあボールを変えます。やっぱり上がる中だとボールが滑りやすくなりました。重たくもなりますよね、やはり水分含むと。確かにね、微妙に重たくなるんだけど。さあ琉球セカンドダウン14ヤードの状況をどうするでしょうか。さあセカンドダウン14ヤード、中央へのパス、これもさあこのパスはしかし不成功。ドラゴンズナイスディフェンス。内側に入ってきたワイドレシーバーにパスを投じましたが、これをドラゴンズディフェンスが見事な対応をしまして、パスをキャッチした段階でヒットし、パス不成功としました。来るんですよね、こういうね、ちょっと危険性というか、はい、ギリギリで大丈夫ですね。まあ、本来であればディフェンスはボールをオフェンス側がタッチするまでは、まあ、タックルしてはいけない。そうです。ただ今のような同時のバンバンという時はもうこれはノーファウルという、はい、今のは合法的な、はい、ナイスプレーではないです。そうですね、ナイスプレーです。これが少しでも早くなるとディフェンスの反則ということになるんですが、はい、琉球サードダウン14、はい、その場で自動的に攻撃の方が出てくる。さあサードダウン14、これをコートダウンキープのままスランブルが投げた。ここからパス不成功。今自分で逃げながら、これクォーターバック7番プレッシャーをかいくぐって左に流れながらパスを投じました。しかしこのパスディフェンスのカバーあり、パス不成功に終わっています。フォースダウンと変わります。ここは本当に変わります。そうですね、残念ながら攻撃が続きませんでした。はい、ディジーにいるのでここはバントを減らさざるを得ない。そうですね、あとはディジーの段階が優先されますね。琉球フォースダウン14でパントフォーメーションを選択します。ちょっと辛い。パンターバー24番若林、まずはでもディジーが優先されます。そうですね。さあ若林のパント先ほどからこのバントは相手陣35ヤードを超えた時点でボールデッドとなりました。攻守交代です。失礼しました、ここでイエローフラッグ反則が発生している模様です。個人的な話なんですけど、はじめはりオフェンスラインの選手に注目、まあ、オフェンスの選手に注目ですよね。クォーターバック注目して、ランニングバック注目して、ワイドレシーバー、その後ディフェンスラインとかコーナーバックとかラインバッカーとか、その後オフェンスラインを見るようになって、最後審判見るようになりました。あら、いいですよ。アンネセサリーラックス、アンレシーヒーヒーヒー、このリターン中にリターンチーム側にアンネセサリーラックス、不必要なラフ行為がありました。この反則は重大な反則として扱われます。攻守交代そのものは成立しておりますので、ボールが止まりました地点から15ヤード下がった位置より沖縄ドラゴンズの攻撃と変わります。プレーを追いかけているのに激しいタックルに行ったりとか、そうですね、あのプレーの関係のないところで必要以上に強いコンタクトをしたり、はい、場合に絡めます。そうですね、年々厳しくなってますねこのあたりは。あのね、先週の安全のために、はい、これにより、これにより沖縄は自陣18ヤードからの攻撃となります。沖縄ドラゴンズファーストダウン10。さあ一気に戻されまして、自陣20ヤードからドラゴンズファーストダウン10。中央へのラン、これは出ました。5ヤード、10ヤードファーストダウン獲得して、そのまま一気に20ヤード、フリッケイファーストダウン、ランニングバック33番、ハンドオフを受けて中央突破、相手タックルを弾き飛ばし大きく前進し攻撃権更新です。沖縄ドラゴンズファースター37番、
失礼しました。32番でした。ランドル・バーネット。ランドル・バーネット。ちょっと半分難しいですね。やっぱりその後半になってくるとディフェンスも疲れてきますんで、そうですね、ああいうゴリゴリっとしたランプレーは、ドラゴンズファーストダウンですが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。これはオフェンスファーストですね。False start on the offense, 5-yard penalty, replay first down。オフェンスオフサイドというコールですが、オフェンスのフォースタートです。5ヤード抜体となります。もう一度ファーストダウンですね。ファーストダウン15ということになります。ドラゴンズファーストダウン15。まあ、ドラゴンズとしては焦る必要はないわけですよね。リードもしているので、ね、時間もしっかりと使いながら。さあパスを投じようとしました、クォーターバック。しかしターゲットを見つからずスクランブルに転じようとしましたが、これは琉球対応しました。ここでタックルされてしまいました。このスクランブルによる原因はほとんどない状態となっています。先ほどからこのクォーターバックの方よく滑るのでね。ちょっと沖縄ドラゴンズクォーターバックは2番のコナー・ボラス。沖縄ドラゴンズセカンドダウン17。ランプレー体系ですが、そのままランプレー左に曲がってきてスピードもあるんですよね。滑る。さあここでランニーバック33番のドロープレー、左オープンにスプリントドローを展開しました。しかしここでスリップ原因はしておりますが、サードダウンに変わります。ここがドランプレーから、ここがたった本当ですね。4ヤードの原因、残り11ヤード。これは止めとこですね。いや本当にシチュエーションとしては、はい、ここでしっかりと止めれば、また攻撃的なね。そうですね。沖縄ドラゴンズサーダウン11。ドラゴンズ陣内ですので、ここはさすがにここはパントだと思いますので、これはしっかり止めたいところです。ここでホイッスル。沖縄ドラゴンズ後半1回目のタイムアウトを取ります。ドラゴンズ、はい、後半1回目ですね、はい、さあこの辺りだとだいぶ疲労もディフェンスラインは出てくると思うんですが、ね、まだ第3クォーターまだ残りない。あ、今これはあれですね、タイムアウトの様子になっているので、ただまあ残り1分少しだったと思いますね、はい、まあ残り、まあ、第4クォーターに向けてですね、はい、確かにこのね第3クォーターのこの時間帯になってくると疲労感みたいなのが出てくるんですよね。第4クォーターだとまだこの気力のね、なるほど、戦いになってくるんですよ。ここはじゃあ一番しんどいところと、ね、いうところかもしれません。まあこれは勝てるチームにとってもまたいいリードされて負けてるチームにとっても同様のことが言えると思うんですね、はい、まあ両者のモチベーションの方が一番しんどいところですね、はい、ここでより異常の方がチームが最後逆転勝ちするということが出てきますから、うん、あここでやっぱりダンディアランフォーズ奮起に期待したいです。サードダウン、さあタイムアウトときまして試合再開となります。沖縄ドラゴンズサードダウン11。まあ、先ほどおっしゃったようにここは本当にディフェンスの見せ所ですからね、はい、そうですね、まあ、どれにして止めるのか一気にコートバックに向けて、まあ、おそらくパスを投げる可能性が高いので堂々とこう死にかかるのか、これマンツーなんてこと後ろ一人しか残してないですよね、はい、おそらくだから第一線で結構タイトルについて、はい、さあついていけるか、左奥へのパス、あこれは見事パスだと、ナイスキャッチだ、ナイスキャッチ、パスだ、いやうわこれは止めたかったところですけれども、見事なパスが通りました。一気にファーストダウン更新です。ここでクォーターバック2番、はい、ロングパスを投じました。そのパスをワイドレシーバー11番に競り合いながら見事に攻撃権更新です。
沖縄ドラゴンズファースター、はい、見事なパスキャッチしました。沖縄ドラゴンズ11番はベストファーストパス。そうなんですよね。ここで第3クォーター終了となりました。できるんだろうっていうぐらい、なんか第3クォーター終わりまして、時ありますよ、ね、琉球ガーデンライオンズ0点、沖縄ドラゴンズ12点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。こうやって疲れているとちょっとターンボール気味に投げたら戻るよみたいな感じで、それが練習でどれだけコミュニケーション取れてるかということになるんでしょうね。さあ、第3クォーターも残り11秒ということになっています。あとワンプレーで第4クォーターだそうですね。失礼しました、まだ第3クォーター途中でした。失礼いたしました。残り時間11秒の状況で第3クォーター、残り時間11秒の状況で試合が再開されます。そうです、さあ、まず点40ヤード、琉球ガーディアンズ40ヤードからの攻撃、ドラゴンズランを選択、中央突破、これはちょっとさあ、どうぞ受けた、止まってる、タッチダウン。ちょっと足が止まりましたね。確かにそうですね。ここで中央のランプレーをドラゴンズ選択しました。託されました、キャリアは9番でしょうか。見事中央突破しました。そのエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。このエンドで沖縄ドラゴンズ6点獲得。これで18対0ということになりました。分かっていても足が動かないときってあるんでしょうね。やっぱ止まってしまうときには。沖縄ドラゴンズトライ4ポイント。逆に足を止めなかった。なるほど、はい、それが今の結果が出したかったと思います。さあ、沖縄ドラゴンズ2ポイントです。2ポイントコンバージョン。おっと、さあ、外へ振って2ポイント成功。今どういうプレーだったんですか。ここで外にいましたワイドレシーバー0番にパスを投じました。0番ブロッカーを生かして、そこからエンドゾーンに飛び込んで見事2ポイント獲得です。2ポイントを決めましたのは沖縄ドラゴンズ0番新庄織一郎。かつて琉球ガーデンライオンズを立ち上げ、沖縄にアメリカンフットボールを築かんとした、そのさあ第3クォーター終わって立ち上げのメンバーが今度は琉球ガーデンライオンズの支援の選手としてこの試合に立ち向かっております。第4クォーターからエンドが変わります。さあ、ファイナルクォーターです。ここで第3クォーター終了となりました。ここは全体でも琉球ガーデンライオンズワンタッチだ。第3クォーター終わりまして、沖縄ドラゴンズ20点、琉球ガーデンライオンズ0点となりました。3つのタッチダウン、そして1つのトライフォーポイントの2点コンバージョン、